はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やってですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、タリョラ万端からグクちゃんのダンス解説していきたいと思います。ということで、収録ボタンをファイということで、もう本当に、最高の一言ですよね、というところで、もうサビの一発目、やっぱりグクちゃんが出てきた時に、その色、今回のタリョラ万端ってどういうダンスなのっていう、その衝撃、忘れられませんね。本当にね。ということで、今回また改めてこのプラクティスビデオを見ていく中で、すごいポイントをたくさんございますので、紹介していきたいと思います。ということで、一番最初ですね、もうやってみましょう。やってやりましょうってなんだ。8秒からですね、タイトルが、やってやるぜということで、グクちゃん、ここ、やっぱり、飛んでくるところなんですけど、ちょっとこの前ら辺ですかね。この、ちょっと音下げる？ここで、ダンサーさんたちの手を掴むところ、ちょっとパチンってするんですよ。柏でじゃないんですけれども、行くよってやってからダンサーさんたちにちょっとこう気を配って、キャッチして、飛んでいく。この飛び方。で、そこから踊っていくっていう、この流れを何度見たことかという、真似したくなる。一人ではできない。あと二人欲しいんですけれども、このやっぱり出方と出る前のこの柏でと、もうすべてがやっぱかっこいいんですよね。いっちゃるぜっていうところの、その、なんでしょう、アクセルの吹かせ方、駆け出しってすごく大事じゃないですか。で、いろんなここ駆け出し方あると思うんですけど、ここまでやっぱりストレートに駆け出してくださると、もうあとはついていくだけよね、みたいな。見てる側もなんかもう気持ち乗っていくっていうところがあるので、やっぱこういうその柏で一つ取っても、あとはこの飛び越える時の表情、っていうところを取っても、本当に何かこう全てをちゃんとこう引っ張っていける、グクちゃん。さすがですよね、本当にね。ちょっとこう乗るところの首が生えるところとか。で、ここのグクちゃんの動きは、ダンサーさんたちの動きとリンクしてるっていうところもポイントになりますね。このね、ちょっとね、こう、後ろに、前に出てくるんだけれども、ちょっと後ろに乗ってって下がりながら、ダンサーさんたちがシューってこう合わせていくと。で、ここを、着地の部分とか見ていただくと、これ、ダンサーさんたちも一緒にグクちゃんが着地するタイミングでしゃがむんですよ、一回。で、バッて起き上がるので、ここのグクちゃんの飛んできた後の盛り上がりっていう部分がすごくここかっこよく見えてくるんですね。で、ちょっとこう乗りながら首入っていくこのグルーヴ感ですよね。で、ここからズンズンちゃん後ろに下がっていきます。ここで、コーリン、オーオーの部分あるじゃないですか。ググちゃんが最初にコーリングすると、その後にダンサーさんたちが、オーオーの部分で、そのググちゃんのこの動きに答えに来るんですよね。こうやって、ってやった後にガチャって切るところまでが、振り付けになっているっていうところで、こういう風に、ここのところもそうですし、最初出てきて飛んできて着地するところもそうなんですけど、ダンサーさんたちがグクちゃんのダンスとうまくこう絡み合って、一体となってここパフォーマンスをしてるっていう、グクちゃん一人でここはこなしてるわけではないんですよね。で、グクちゃんが出てくるところの動きに合わせて、ダンサーさんたちがピラミッドを作ってくださって、ここのランをしていくと。で、ここをランしながら、はーいっていう風にしていくところの、この軽やかさが素晴らしいんですよ。勢いあるんですけど、最初ってそんなに音がゴリゴリしてないんですよ。ググちゃんの勢いつけて、確かにスピード感はあるんですけど、同時に軽やかさもあるっていうところなんですよね。こういうコーリングのところもそうですし。なので、すごくダンスしてくんですよ。この部分のところもそうなんですけど、いきなり本腰を入れてっていうよりかは、少し余裕を持たせて、見てる人たちの心もワクワクさせるような、その仕組みになっているというか、演出というか、フレーバーをこうグクちゃんが先頭を切って出してるっていう素晴らしいですよね。で、そこまで会場というかこの現場を少しこう温めて、もう誰でも乗れるよっていう状態にしたことによって、このテテちゃんのノリが入ってくるっていうところで、さらにそこのグルーヴ感っていうものが増していくっていう風になってるので、すごいあのつなぎ方、バトンのつなぎ方をここしてるんですよね。で、そこで自分の一旦役割をスッと終えてバトンタッチした後のこの背中がね、かっこいいんだよ。背中でね、語ってるんですよね。一旦バトンタッチしたよっていうくっていうポイントになります。で、からのですね、29秒ですかね。ここの笑顔がね、やっぱちょっとほっこりポイントで、
ここテテちゃんがちょっとスッて手を引いたのかなっていうね。でこの笑顔が出てくるんですよ。この身内感ですよね。いい具合のやっぱりそのバンタンならではの人間関係というかコミュニケーション仲の良さっていうのもこのパフォーマンスの中の一部に含まれてる。それができるタリョラバンタンという素晴らしい楽曲みたいな。この笑顔がねやっぱ一個あることによってちょっとね僕たちのその捉え方これで360度というかっこいいのは当たり前でもチームワークみたいなファンの人たちが見たいもう一つの側面みたいなのもちゃんとこういう風に見せてくださるっていうところですよね。ぷいーというところでからのですね44秒参りますか。あー38秒かこれ結構面白い。結構フルスイングということでここジミンちゃんとググちゃんの掛け合わせになりますね。でここでググちゃんのいっちゃるぞっていう表情があってここから結構なフルスイングするんですよ。すごい勢いで結構振りかぶって本気でブンってこうスイングしていくのをまあ悠々とこう避けていくジミンちゃんということで僕この構図が結構積もっててなんかめちゃめちゃフルスイングするやんっていうのとそれを本当にいともたやすくかわすジミンちゃんっていうなんかねいいんですよね。どっちも振り切っててすごくいいなっていう。でそこをこうついていくググちゃんですね。だんだんここのアクセントの部分はジミンちゃんをポンって引き立ててるところにもなりますよね。でこの後肩を組んでここのステップこの前のジミンちゃんのところにも話しましたけどジミンちゃんのその、跳躍力滞空時間がすごいですよねっていう話してでなんですごいのかっていうのは、一重にここも肩見ていただくと分かるんですけどジミンちゃんが思いっきりここ体重ググちゃんに預けた状態なんですよ。この飛んでる対空してる時にググちゃんのここの肩のラインが全く変わってないのはどういうことかっていうとここググちゃんも一緒に飛び2人で一緒に飛んでるんですけど飛ぶ勢いちょっと強めに出してジミンちゃんが下にグッて落っこちないように支えてるんですね。ググちゃんがこの支えは結構すごくてかかってる G で言うとジミンちゃんは少し飛びやすいんですがググちゃんはちょっと重りを持った状態で上に跳ねてるみたいな感じになるので結構ここは実はマッスルポイントなんですけれどもそのマッスルを感じさせない水平な移動とグルーヴ感出してるっていうところがやっぱりすごいなっていうか僕らは旗から見ててうわかっけーいいここのノリ最高ってなるんですけどググちゃん的にはこのポジションでググちゃん的には支えてるっていうその負荷の部分もしっかりかけながらもここまでのパフォーマンスをしているというアスリートですよね。こういうところがね。で50秒ですかね。まあこれぞ BTS の形ということでこれ見た時にもうやっぱカチッとハマるというか、まあ、幾度となくそのググちゃんがセンターに来てサビが始まるサビのダンスですっていうのをいろんなシーンを見てきたわけですけれども改めてググちゃんがセンターに来てパッとこう撮ることによって始まる BTS という形ですよね。ここがいかにここかっこいいかっていうところでその誰がセンターに来てももちろんかっこいいんですけどやっぱ王道っていうところをここまで作れるってやっぱすごいなと思ってかっこよく踊れるっていろいろやっぱパターンはあると思うんですけど僕やっぱり一番難しいんじゃないかなっていうふうに思ってるのが王道なんですよね。王道って何かその自分その人の王道発してる王道が世間一般から見ても王道だよねっていう結構ここの定義って曖昧でより多くの人が納得すればするほど王道になっていくのかなっていうふうに思う部分でもあるのでそこに関して言うとやっぱググちゃんのその納得ぶりというかググちゃんの納得ぶりググちゃんが取るその納得の形っていうのはやっぱり凄まじいものがあるなっていうふうに思ってるところがあります。で、まあ、その秘密については後半で見ていくとよりわかるポイントになるのでちょっとこの後ですねいろいろお話をしていきたいなっていうふうに思ってるところでございます。全体的にやっぱり体の使い方真ん中から動いてますね。ここら辺とかもちょっと2番の方でお話をしていこうかなというふうに思いましてでその前にちょっとだけ触れておきたい1分の49秒の乗り方これちょっと端側にいるんですけどふちゃん出てきた後ですねこの後この乗ってる時の表情首元ちょっと僕注目してて
ここの、この首元なんですよ。ここの食いしばりというか、その膝の踏ん張り方、胸の反らし方、意識がちょっと下に向いてるので、足元ら辺の、てめえ、わちわなっていう部分のグッ、グッっていうこの、なんでしょうね。ジン君の声に合わせて、その声の響き、なりをグッ、グッっていう風に、こう下に、下からこうすくい上げるように、ジン君をすくい上げるようにこう乗っていく、このフレーバーがめちゃくちゃかっこいいっていうのがあって、ちょっとしたところなんですけれども、こういうことをしてくるのがやっぱ、グクちゃんというか、だから真ん中とかっていうそのポジションの位置に関係なく、音楽に対して常にこうグッてこう気持ちよく乗りに行く、すくいに行くっていう音をこう、なんでしょうね、包みに行くんですよね。すごく丁寧にっていうところも、非常にこう、ポイントになってくるかなというふうに思ってます。で、この後ですね、1分の40、2分の2秒ですね。先にちょっと進みまして、ここから。この前の、ジミンちゃんのところの解説でもありましたが、ジミンちゃんのところは、ガソリン、イエイエイのリンなんですけど、ググちゃんの場合は、ガソリンの部分のグッの部分で思いっきり取りに行くの時のこの体の傾け方、体の入れ方、角度、肘の位置含めてめちゃくちゃここのスイングが激しくて綺麗で、広範囲に及ぶっていうところがありまして、でその広範囲に及ぶ前のこのちょっと膝のクッションを使って体の中で乗っていくんですよね。この乗っていってからのこの左手注目です。大きく振りかぶって左手の方向に頭を思いっきり入れていくっていう、ここのスイング結構大事で、でここの反り方してイエイイエイを笑顔で乗っていく、ここがなぜ激しく取るのかっていうと、その後のイエイイエイがより軽快に見えてくるっていうのがあります。ガソリンイエイイエイだとヌタヌタヌタになっちゃうんですけど、ここがガソリンイエイイエイっていう風にちょっとバンみたいな、ちょっと動きを音で表すとそんな感じかなっていう風に思うんですけど、それをセンターに来るのでよりここ強調してグクちゃん撮ってるんですよ。大げさなぐらい大きめにブンっていう風に頭を入れてるじゃないですか。こういうその起点の効かせ方だったりとか音の取り方だったりとかがめちゃくちゃやっぱり上手いのと綺麗なんですよ。じゃあ勢いよくやれば全部正解かというとそうではなく、勢いよく乗ってるんだけども目線はカメラさんの方に残して、そっからイエイイエって撮れるよねとか、顔がちゃんと傾いた状態も綺麗だよねみたいな、結構初期の方の解説でグクちゃんすごいよねのポイントの一つに、やっぱりカメラさんに対する目線、その持っていき方、これがやっぱりそのアーティストとして能力として一つめちゃめちゃ評価が高いポイントだと思うんですけど、やっぱグクちゃんそれが凄まじくて、あとここ、これランしてる腕の振り方で肘を後ろにめちゃくちゃ引いてるんですよ。足を蹴る蹴るっていうタイミングに合わせて、ここって結構手を前に持ってって振ってもう一回前に持っていくっていう、こういうニュアンスの方で割と踊った方が踊りやすいと思うんですが、体の真ん中から体をこう動かしていく、体幹部分をツイストさせて本当に走ってるような感覚で肘を後ろに引いていきながらここ乗ってるっていう、かなりスポーティーな体の使い方をして後ろに持ってってドンっていう風に最後アクセントを取るっていうところなので、フィジカルの強さもそうなんですけど、左右のバランスですね。右手、右利き、左利きっていうところの癖があんまりないなっていう風に感じました。で、ここ、肘でこうやって張りながら本当に一瞬ダッシュするかのような体のその瞬発的な、バネを使えているっていうところ、筋肉を使えているっていうところもまた非常にすごいなと。速筋とチキンっていう風に二つあって、割とこうクイックに動くのが速筋。で、重たいものとかを持ち上げるパワフルな方がチキンって呼ばれるんですけど、そのどっちも持ってるよねっていうのが多分、グクちゃんのタイプで、これが一番珍しいらしいんです。けど、その
フィジカルがあるから出せるめちゃくちゃ綺麗にアスリートな体の使い方っていうのがまさにここになるわけなので、そういう人たちが踊っていくとやっぱダンスがめちゃくちゃ綺麗になるんですよね。これもグクちゃんのポイントになります。でアクセントの取り方見ていただくと頭がドーンっていう風に上がったじゃないですか。これどこら辺で打ってるのっていうと多分首ですね。首とここの、首の下にここ、鎖骨の真ん中にここくぼみがあるじゃないですか。このあたりをちょっと意識してドンっていう風に上げていく、ここですね、クっていうこの感覚で打つと今みたいな首元がメインでゴンっていう風に揺れるヒットになるのかなと。ジミンちゃんの時はもう少し下側ですね、この溝落ち部分とかこの肋骨の部分ですねをボンっていう風に、骨というよりかちょっと筋肉なんですけど、筋肉をゴンっていう風に揺らしていくっていう、人それぞれ結構打ち方とかアクセントのニュアンスが違ってくるので、より細かく見たい方はぜひここ何回か見ていただくと、アクセントの部分頭で結構コーンって打ってるなとかが分かったりしてきます。はい。でからのですね、2分の55秒スーパースターの踊りということで、これが先ほど一番最初に申し上げましたサビのポイントになりまして、やっぱすごいって思うポイントですね。ここの見上げ方、上の見上げ方が空間に対しての支配を僕は感じていて、パーパーパーっていう風にこう顔を前に顔を上げましたっていうよりかは、一気に領域展開みたいな BTS みたいな風にちょっとしてるんです。だからここに BTS 領域展開みたいな風にちょっと見えてくるというか、それぐらいやっぱグクちゃんがセンターに来た時に誰よりも前にいるんですよね、バックダンサーさんたちまで含めてっていう、そのみんなを引き連れて走っていくっていうところのこのポジションの見せ方、ここから始まってるんですよね、すでに。まあなんならその前のここから始まってますね。でこの時のすごいのがここの目です、この目です、この目です。これこのダンスしててこんなにバッチリ決めながらカメラさんにも同じだけの熱量を注いで、こっちの体でも同じような熱量を注いで踊るって本当に難しいことで、そこに歌も入ってるわけじゃないですか。だからもうね、わけわかんないんですよ。どこの面を切り取っても全力で 100% の熱量を出して、それをちゃんと届けてるっていう、見てる人、聞いてる人、楽しんでる人っていうの全てをこう掌握する力がある。ここら辺って結構激しく手元を見てるんですけど、ちょっとこう笑顔が出てくる、この余裕感とかで、ここでハイファイブしてくるっと回って、ちょっとこう余裕のスッと険しめな顔を作ってアクセント強めに踏んでいくところみたいなストーリー、すごくないですか。ここのグクちゃんの表情を見るだけでもう伝わってくる。もうこれがタリョラマンタン。ここのちょっと顎上げるところで次来るよと、ここは手元見てる、でも後半笑顔が出てくる、ハイタッチをしていく、ちょっとスッと済ませていく、男らしくかっこいい表情、アクセント、マッスル、ダッシュ、最高すぎません？でここでイエイイエイの部分で少しトーンと一個落ち着かせに行くっていう、この5秒ぐらいのドラマ性がすごすぎて、だからセンターなんだなっていう風に思うんですよね、ラストの。これがだから王道というか、誰がどう見ても認める BTS ってすごいねっていう、その、やっぱりその、皮切りというか、入り口にいるこのグクちゃん。ダンスやってる方とかは結構わかると思うんですけど、本当に、踊りに集中しすぎると顔は置いてかれます。で、顔を意識するとダンスが置いてかれますっていう、そこが全部ついてきてるのがやっぱすごくて、でそのじゃあ表情やってたらいいかっていうと、その表情のクオリティも高くないといけないじゃないですか。ダンスのクオリティが高いのはもちろんのこと、表情のクオリティが高いで、ちゃんとときめき、かっこいい、憧れ、感動、いろんな人々のその心を動かす表情をしなければならないって、
無理よ普通に考えたらっていうのをやっぱグクちゃんやってらっしゃるんだなって思って天才ですよね。でこの後僕が好きなのがビューティフルの見せ方で、これランビューティフォーランっていう風に言ってて、ビューティフルになってるんですよね後半は。ただ最初の方はラン、バレットプルーフ、バレットプルーフのバレットプルーフをビューティフォーっていう風にちょっとその韻を踏んでるというか、言葉を最後はビューティフルに変えてるので、ここビューティフルっていう振り付けになってるんですよ。まあ気づいてる方は気づいてらっしゃると思うんですけど、その時のビューティフルの見せ方がめちゃくちゃ素晴らしくて、ビューティフォーってちょっとそのうわーってなりながら、あちー走ってる辛いけどまだいける、ビューティフルっていう、そのねほとばしる汗のビューティフルがここめちゃめちゃ伝わってくるんですよね。でここはちょっとジミンちゃんと被り気味ですが、この、実際のパフォーマンス映像のやつとか見ていただくとかなりここもワイワイでございますから、もう最後のダッシュですからね、ここら辺とかね、ちょっと移動してダダダダン、すごいすごい、ということで本当にいろんな表現をやはり持っていらっしゃるなというふうに思いますし、体のそのキレっていう部分でも全くなんでしょうね、そのね心配がないというか、めちゃめちゃ動ける方だからこそどこまでも完璧なパフォーマンスができて、かつザ・まっすぐ王道なダンスができる、だからすごく綺麗ですね、左右のバランスがすごく綺麗で、顔の角度、あとはそのドラマ性、あとはその人間性というか、もう背負って生まれたもの、才能みたいなものまで含めてですけども、本当にすごいワールドスターだなっていうふうに思って見ているところがあります。いろんな方たちが多分とりわけその下の代の方たちが憧れる踊り方だとも思いますし、やっぱりその BTS を象徴するシンボル的なダンスができるっていう、いかにシンボルな踊りができるかっていうところって本当にこれ難しいお話なので、僕もこう見ながらどうやったらそのかっこよく見せられるのか、かっこいいってもいろいろあるんですけども、その中でのやっぱりまっすぐ王道っていうところをグクちゃんから日々学んでいるっていうところにはなりますかね。はい、ということでぜひ皆さんの感想もよろしければ下の方のコメントなんかいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。